どうも小です今回は Hotfix248851 について紹介いたします全般全アカウントに fromjashe's の予約スキンとサバイバルパックの予約特典を追加しましたこの権利は新しいキャラクターから発動します権利を取得するとすべてのキャラクターが予約スキンを使用できるようになります ワードプライムのルートハートの動作を調整し、遭遇に失敗した後の最終戦へのテレポートがデフォルトになるようにしました。ブルードバーク戦でボス・プレイヤーが釣られるのを防ぐため、地上のシールドプロップスの衝突をオフにしました。イクシリスのボスルームにて小さな衝突ブロッカーを追加し、 壊れた柱がある場所に合わせて木の床の延長をスムーズにするようにしました修正潜在的な不正行為が検出されましたというエラーを解決以前に影響を受けたプレイヤーは再びマルチプレイヤーでプレイできるようになるはずです Steam の実績が達成されるとアンロックされない問題を修正 ヒーローズソードのスタミナ消費量が意図した2倍になっていたのを修正レトアーマーのひるみ軽減の5動作を修正これによりレトの2枚はひるみ軽減の効果も同様に適用されるマントロブソーンの機能と一致したものとなりますオブリクの圧迫部位から鎧を取り外した ヤエシャのジグラットの入り口がミニマップ上で正確な向きになるようになりました。オルテネイターの固有モッド、インシニエイターについて、チャージ数を1から2に変更し、必要なモッドパワーを890から900に増加。殴りダメージと非武装ダメージの配分を見直しました。レトセットからの 殴りダメージ増加を削除し、リング・オブ・ザ・アンクリーンで発見された量を増加させました今回はホットピックス2 4 8 8 5 1について紹介でしたこの動画が良かったらチャンネル登録していただけると助かります